毎日シコリーの声聞かせて育てていたサボテンが枯れたんですけど、どうしてくれます？え？おかしいですね。で、じゃあこれを聞かせて、これを。サボテンくん、眠るのはもうよそう。今この時、目覚める瞬間はそこにある。日本語が意味やかな。シャビアロンソは大好きでした。リバプール時代だけどな。リデクも大好きでした。リバプール時代だけどな。カカも大好きでした。リバプール時代だけどな。ネコニアは今も好き。それカカのリバプール時代っていうのは僕の世界線ではちょっと違うんで、あれなんですけど。まあ僕もリバプール出身みたいなもんですから、それは。スペインが見たくて、早5日。ちょっと、スペイン見せるのはまだまだ先になるかもしれません。はい。なぜなら、戦うチームを先に見したいっていう願望もやっぱあるじゃないですか。僕にも。なぜかこのチャンネルの中毒性すごいです。楽しませてもらってます。あと、インスタ拝見したのですが、ネコニアさん、おしゃれですね。へぇー、おしゃれの称号いただきまして言われたことないけど。ネコニラさんの実況にメロメロ、完全にファンになりました。これからも応援してます。おい、100点のコメンティー。まあ実況っていうか、他のウィーレーの配信してる人とはやっぱ全然違うんですかね、僕って。僕は僕として僕をやってるだけなんですけど、攻略っていうかこう、上手くないからね。上手くないから、ここはこのフェイントが使えます。ここはこのクロスがいいです。ここはこういうシュートが入りますとかできないんですよ。みんなすごいよね。ロタールはイバロフ、ザメンホフの遺跡について、もう僕を放出することはできなくなった、これからは僕の時代が来るよとコメントを残しています。ロタールはもう全力ガッツポーズだろうね、きっとね、おそらく。多分もしかしたら人数が32人いるから交渉してもうまくいかないのかも。なんか人数も関係あるらしいですね。ファンの何、ファンの人気度みたいなのもなんか関係あるらしくて、開幕戦負けたのが結構アウトらしい。開幕戦は攻略方法としては、開幕戦は一番弱い設定にして10対0とかで勝ってれば、クラブ人気がガッて上がって、交渉しやすくしたらしい。そんなことしないんです、ド M だから。で、ドイツの選手、エディットから変えますっていうコメントが来てたんですけど、どこですかこれ、今エディット画面なんですけど、これ。どこの項目もね、変える、っていうか、この全部の項目で変えるところがないんですよ。これ、リーグカップ、コミュニティ、他のユーザーとオンラインプレイ、トレーニング、エディット、ギャラリーも違うし、ギャラリーも違うよね。システムセッティングも違うでしょ？で、エディットでしょ？で、エディット画面に行くと、これなんですよ。で、選手、チーム、選手、作成、選手、エディット。これ、まあ、ドイツ人はいますよ。ドイツ人はいるんですけど、このね、ここにノイアーとかもいるけど、なんか向こうの検索には引っかかってこないんですよ。マスターリーグの検索には。なんで？キースリングもいるんだけどな。ジェローム・ボアテングもいるけどね。引っかかってこないんですよね。で、今日は、まあ前回 AC ミラン見せましたから、まあインテル・ユベントスを見せたいなと思います。インテルにしようか。ジュリオ・セーザー。強っ。ゴールキーパースキル96でしょ。だって、イバロフ74とかあったもんね、確かね。どないことやねんな。どないことやねんなって言葉あります？ルッシオ強。似てるな。若いし、ちょっと。若いって言ってもか、もうこの時年齢で言ったら31か。まあ僕より年下なんですけどね。つら。サムエル。好きです。サムエルみんな使ってたな、ネラッズーリで。ネラッズーリ、使ってたな。マイコン。お世話になりました。ウィニングイレブン8では非常にあなたに助けられました。ありがとうございました。キブ大好き。キブフリーキックうまいよ。フリーキック85、カーブ87、もうちょっとうまくてもいいとは思う。俺はカンビアッソはウィニングイレブン8で能力冷遇されてましたけど、こちらではむちゃくちゃ強い。こうでなくちゃね、カンビアッソはね。さすがさすが。この時いくつだ？29歳。はいはいはい。サーレッティ、バンディエラ、ミスターインテル、最高です。大好きです。全部できるやん。全部できちゃうよ。スタンコビッチ、強っ。パーフェクトヒューマンだな、スタンコビッチ。やばいな、これすごいな。両サイドもいけるし、すごいね。繋いでる。この時のスナイデルはみんな好きでしょ。結構。ねえ。好き。スナイデル。好きな選手誰？スナイデル。っていうと、
お前センスあんなみたいな一人のうちだと思います僕は。いやだからその発言でディエゴ・ミリート、ミリートもなーいいよなー、うーん最高よね。で強いよ、早いよ、むっちゃくちゃ速い、顔もクリソツ、クリソツですね、めちゃくちゃ速いからな、まあ、ぶち抜かれてましたね。うちねトルド、トルド好きだけどね、うん、ゴールキーバスキル93すごいな、インテルね、イヴァン・コルドバ、いやイヴァン・コルドバもいつぞやかのウィールでお世話になったな、コロンビアね、はい、うん、身長はね高くないんですけども、ジャンプいくつ ?99 ほらな、すごいことよそれは。マテニー、マテニーちょっとあれこんな感じか、髪の毛こんな感じの時ありましたっけ、僕イメージでは全然こんな感じの髪の毛ではないですけどね。サントン、うん、ダビデ・サントン、うん、いくつこの時、お若、お若だよね、あーいいな、3頭いいな。187かでも。うんうんうん。チアゴ持った。とてつもないシュート。ありがとうございました。とんでもないシュート。もう、はって言っちゃったかね、あの時ね。あれはでも卑怯じゃない、あんなの無理でしょ。イバルフじゃなかったとしても止められないんじゃない多分。ムンタリ。願ったり叶ったりムンタリ。じゃあ怒ってんの、なんかすごく。すごく怒ってますけど、画像が。え、うん、クワレスマ。最高よね。うん。最高よね。うん。マンシーニ。まあ、ウィーレはちょっと、まあ、確かにおでこ長いけど、マンシーニは。ウィーレはちょっと強調しすぎな感じはするよね。確かに長いなとは思うよ。でも、これはちょっと悪意あるよ、やっぱり。うん、パンデフ。パンデフ、今よりはある。怪我。強っ待って、強っ強パンデフ。マジで言ってる。やばいね。バロテッリ。いや、インテル強いな。フォワード強すぎじゃない、誰が出んのっていう感じのことは、ことになってる。19歳。最高だね。うん、アルナトビッチ。でかい人もいるし、動ける人もいるしって感じだよね。うん、インテルの一位になりたい、そしたら俺は。うん、何言ってるか分かんないですけどね、インテルの一位になりたいなっていう気がする。うん、ドナーティ、ドナーティもねいいですよ。ドナーティ俺どっかで何かのタイトルで使ったっけ、ちょっと記憶がどうでしたっけ、皆さんの方が詳しいかもしれない。どうでしたっけ？うん。で、ここのオプションで買うんか？ゲームヒント、背番号編集、環境、え？ドイツは？いや、明らかに違うんだよね。で、フンメルスの名前教えてあげたのになんで検索しないんですかって言われてるんですけど、検索してるんですよ。検索したけど、いないから、いないっていう風に言ってるんですね。はい、そこだけ分かっていただきたい。ドイツ人に関して言うと EL ヨーロッパリーグ優勝するとミュラーが出てくるな、調べると。あとは、ヨーロッパカップ、ヨーロッパカップで優勝するとシャルケのメンバーとか、ドルトムントだからケールとかね、あとはクロース、レバークーゼン、ゴンサロカストロとかが出てくる。ブレーメン、ナウド、ベニッシュ、フント、はい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 。アフリカカップ優勝するとレル、レーマン、ケディラ。ああ、なるほどね。リカルド・オリベイラがアメリカカップ。レコパもロベカルもアメリカカップ。ミハイロビッチもそう。フンメルスはヨーロッパカップですね。ヨーロッパカップ優勝すると、フンメルスがヒュベルマイスっていう名前で出てくるらしい。まあ、わかんないけど、マスターリーグだけじゃないんだね。だから普通のカップ戦も優勝しないと出てこないってこと。めんどーくさいな！まあ、それはちょっと暇な時にやらさせていただくことにして、だからこれグティエレスとかを移籍リストから消去したらいいんだよ。結局使うんだから、使うやつを移籍リストに入れておくから調子が悪いんだろ。うーん、クソ監督がよ。でカストロが移籍金2500万、
じゃあ移籍金5200万で言ったんだ。5200万ちょっと高、前回5200万でやってたのか。これ5200万高いわ。3200万。 OKOK。 カレンダーを見るとローマ、ラチオ、バルサでも今シーズンの前半戦が終わります。誰も獲得できてない。もうエンゾンジにはただただ感謝、そういう動画になってる。ふざけ倒せよ。8位です。ちょっと EL 圏内は行きたいな、せめて。うん。2年目は、まあ、全部やって、3年目はリーグ戦全部すっ飛ばしてチャンピオンズリーグやるだけやるとかでもいいと思うんで、ちょっと EL 圏内だけは行きたい。から、加藤マジで。で、ゴールランキングはちょ、ビジャと争ってんだから、ダロースが。そんなことある世の中で。ないよ。オルダス頑張れ。オルダスが神だろ、うちでは。で、未所属選手で探せよ、バカ野郎と。そういう話がありましたね。動画見てくれてるのはすごく嬉しいんですけど、未所属選手探した探したでしょ俺ちゃんと。まあ僕が全部の動画を見てくれてると思い込んで動画で喋っちゃってるんですけど、未所属これだけですね。だから未所属にいる190センチ以上は全部やってるんです。ディサントも何回もね、何回も何回も交渉して失敗して移籍先決まっとるしさ。で、移籍リストで探せよバカ野郎っていうコメントも来てましたけど、それもやったよちゃんとちゃんとやったよね。はい、これ見たでしょ。はい、キーパーばっかなんだよ。キーパーばっかなんだけど、ちょっとこうなんかうちよりクラブランキング低そうなところから取るしかねえんだよ。もうこういう時は名前で選ぶのが一番いいから。やっぱ万能ねがいいな、名前的には。万能ねが、万能ね来てくんねえかな、うちに。難しいって言ってんな。ちょ、あ、でも今交渉できないんだ。進むか。はい。ショートパスピード。うん。VTL 下がってんな。で、シュバルツはこれ相当成長するよね、やっぱり。で、ローマ。ちょっと頼むから。マエンパー、ジョレンテ。はいはいはい。カストロシリグダメ。はいはいはい。マエンパー着実にレベルアップ、獲得は無理。なんでよ。万能ねは難しいんだっけ。あれシリグ移籍した、ひょっとして。あ、まだか。ジョレンテ獲得できるか難しい。厳しいなあマジで。まあ、交渉期間に入ったら移籍リストも多分更新されるんすよ。そこを狙っていくしかないね。もうジョナタスとかいいけどね。ちょっと視察リスト加えとくか。マテラッチはバレンシアに決定したんだ。あー、移籍リスト外したから調子上がってる人いないんか。まあでもいいでしょ。リーベルマン、エンゾンジ、ダーミナちょっとダメだけど、シュバルツ、まあいいんじゃないですか。ローマ16位、勝つよ。勝たなければいけない戦いがそこにはあるって言いたい。まあ、全部そうなんだよ、全部そうなんだけど、むずくね今回のウィレ。ファン80、メクセス90、メクセス 90? シシーニョ72、マルコモッタ76、ピサロ81、ピサロいつぞやかお世話になりましたね。で、ロッシ84、ブリーギ74、トッティ80、ジュリオ・バチスタ81、ルカ・トーニ77、ちょっと怖すぎ。猫金。多分我々ホームで1回しか勝ってないんですよ。だから、これ負けると3連敗 ?4 連敗 ?5 連敗絶対に阻止、それだけは。お願いします。足がもげてでも勝て。いいよ、睨んでる、睨んでる。ダロスさんが睨んでくれています。イングランドリーグ第17節。あ、いきなり、いきなり、ミスミスミス。ちょっとだって強いな、ローマ。さあ、どうする。ナイスナイスナイス、そこで止めるのは神。ドリブルされたら終わるからね、それは。右サイド。いいよ。いいよ。え、空いてない?なんか。そんなことねえな。これ罰なのよ、多分。ロスマジック、嘘だろ。低く丁寧に打ち込んできました。もうやってられん。あれが枠いかないんだったらもうやってられんです。うん、やってられんです。ゆっくりと駆け上がりパス、いいね、いいね。シュバルツー、ゲーン振り向きざまシュート、一番弟子。よし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 よ
これよ、今だって結構ポンポンつなげたんで、これねやっぱポンポンつなぐのが必要ですよ。ここもね、ワンタッチツータッチ、ワンタッチツータッチ、ワンタッチツータッチ、いやーこれここでやっぱ打てるのと打てないのとじゃ全然の違いなんで、ちょ日本語が下手くそですいません。まあいつものことです。9分が経過しました。ブラクターズ現在リーグめちゃくちゃいいパスぶち込め、はぁ、一旦預けます。やった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 、はぁーなんでだよやばい、カウンター、大カウンター時代、大カウンター時代、やりちやりち、よしよし、やめさせろ、いや始まった始まった、でかいからのフォワード、うわぁうわぁオッケー、いやー危なかったですね、大好き、あぶね、今ま奇跡的に真正面だったんかな今。どう答える、そしてこのコーナーもちゃんとしろお前ら、マジで。どうだ、あーっと、なんなんでしょう、え、やった、ジュリオバチスタ強、グロッシ切り込んでいく、ピンポイントに当ててくるのか、ナイス、うーんフォローいいですね、オッケーチャンス、これチャンス、オッケー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 、トルダス、ミランダ、スペースがあるうまい、疲れてしまいますよこれ、いいでしょ、よっしゃよしよしよし、今のは崩した、完全に崩した、あそこやっぱクロスじゃなくて折り返しなんだね、あのシャドウのポジションからの、まあ、これだ、ダールオスやってくれました、これはいいいい流れでしたけど、完全にほらここここはねやっぱそうそうそう、それそこはそれ、ナイス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 、失点すんなよ前半で、もう2対1ってなったらもうなんかあれになる可能性が秘めてるから、 2-0 が危険なスコアを体現する可能性が秘めてるから、いやこれチャンスマジで、また同じ形、あっどうする、いいとこ出ましたね、ダメです、終わりしなにもうどうするかの、オッケー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 、1点だけはすんな、もう1点取られたらちょっともうなんか相手押せ押せゴリゴリモードになると思うんで、なんで取れないのそれが、まず危ねえ、どうする、これ外外ケア外ケア外ケア、いやいやいや、うそうそ、アブリルラビン伝説の2人投入、ナイスダブルチーム、チャンス、右打てる、抜けてくる、おもちゃだな、左足おもちゃだな、相変わらず、相変わらずだな、ガラクタの左足、北澤さんは自分たちお互いになったとして、え、ちょ攻めてきてんな、人数を割いてきてる、寄せろ、出た出た、うわ待って開いちゃった、あぶねー、なんだなんだなんだ、なんかローマが前線に人集めすぎて後ろに人がいない状態なんで今、これいけるいけるいける、まあいける、スピード見せろ、さあパスが下手くそすぎてゲロなんか取れない、オーケー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 、よーし、ここで笛です、指が痛い、指がマジで久々の勝利じゃないこれ、久々の勝利ですよ、これお金もらえるからね、でも8位だ、はい、うん、そうこのお金が大切だからマジで、エンゾン値ほんと上がるな、うん、でラチオの前に交渉、ジョナタース、スタインが負傷、ちょマエンパーに行ってみていいですか、ちょっと名前気になるんで、で進んで、
うん、エンゾンジいいね、好き。でラチオ戦、ジュノタツから視察報告、他チームからオファーが来た風景。もう一切これ交渉成功シーンは、これは成功シーン、マジで獲得できるのが難しいって言ってる人ばっかだもんな。もう一回行ってみるか。でもうあれだよ、あれしてるからだんだん調子上がってきてもいいと思うんだけど、全然上がってこらん、全然上がってこらん。進む、ラチオ19位、あ絶対勝とう、絶対勝ってこ、カイ、もうカイって言ったら怒られる世界、猫にライフシーンなんかが。またホームか、69、71、73、75、リヒト73なんだ、ダボ、はい。あちょっとでもまあまあ他の相手よりはって感じかな。ロッキーとか怖いけど。猫金連勝したらもうほんと褒めたたえる。安楽亭連れてく、前回連れていけなかったから。うん、男を見せろよ、男を。よろしくお願いします。男っていうのは何か分かってるか、君たち。男っていうのは田んぼかいて力の方じゃないぞ。田んぼかいて力、いった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 、いかない、大きなチャンス、ものにできるか。いや、ある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 、あ、え、何？嘘じゃん。俺に？ここで早くも、ついている。さあ、よし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 。リーベルマンがやる気に満ち溢れてるのかもしれない。もしかしたらだけど。現在リーグ8位、勝ち点20。出た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 。マッチアップ。取れない。何をやっても取れない。どうやったら取れるの、取れない、何をしてるの。あー危ね。前半11分を経過した。ここまではいけるな、ラチオは。なんか間が空いてる。中央へボールが出てきた。嘘じゃん。これも素直にサイドでいいか。預けで、これ切り返したりして罰でダメです。これは通りません。ある、おぉ、オールダース。ちょっと正確性書きました。いや、ちょっと感じたけどね。このバツパスはダメとして、この後のダルオスには少し可能性を感じざるを得ない。北澤さん、これまずいな。さあ、どう展開するか。来ましたよ。なんで、おいしょおいしょおいしょ、100点100点100点。うまい。さらに前線へと行きたいところ。いいよ、それで外スルーパス、こう、うわダメか。駆け込んできますが、やったファンデンベルフ、奇跡見せろ。よし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 、シュバレッツ、嘘じゃん。真正面に打つの流行ってるか、かと思いましたけどね。うん、ボールの処理をちょっと誤ったんでね、相手にボールを奪われてしまいましたけど、いいよ。次の試合バルサだから、ここでちょっとバルサには多分死ぬほどやられると思うんで。やばい、ファンデンベルがちょっと注目されてる。ファンデンベル、え、あーびっくりした。注意だけですね。危ねー。35分経過、うー、大丈夫か。よし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 、ことができるか。やばい、攻守の切り替えが目まぐるしい、目まぐるしいぞ。あ、嘘でしょ、やらせんなよ、ね、やらせんな、やらせんな。左へ逃げていく。さあどうする。やめて、マロさん、マイクゴンゴンやんの。とりあえず終わりでいいよ、前半は。もうそしたら何なんでしょう、この0分という名の嘘。この0分という名の嘘がいつも行われてる。抜けてくる、うまっ、クリア。よしよしよし、オッケー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 。ここで笛、1点勝負か、この試合は。そんな感じすんぞ。やっぱ勝つときってイバロフがね、神セーブしたりするんですよ。非常に大事ですよね。だから神セーブがあれば、やばい、取れる、うわだよな、チャーンス。8分が過ぎました。後半です。ファンデンベルフのトラップがお子様、
来た。ピピピエロゴール前。いやー、こんなもん。でしょ。シュワルツ。ウルスに渡る。囲まれます。え？おお、怖え。素晴らしいシュート。自陣での今みたいなミス。ゴールキックからここ競り合って勝ってるけど取られて、そこで一発のパスからのすぐロングシュート。だから打てば入ると思われてるのよ、イバロフは結局。後半23分です。何それ？どういうこと？二人ついている。まずくない？ウルスに渡る。ゴールも空いてますよこれ。ナイスキー！うわー、よく飛びましたね。まあ今のようにある程度ディフェンスラインができてしまいますと危なかもしれませんね。危なすぎたよ今は。キックですね。伝説行くよ、伝説見せるよ。エトリでもバーでもいい、もうなん誰でもいいから。あっ、取ってって君たち。なんでその鳥かごみたいなことしてんの、ラチオは。ナイス。いや相手に行くんでしょそれが、知ってた。取って、ラドゥパス交換。え、なんで鳥かごみたいな、勝ち点1でいいってこと、相手は。チャンスか、送って、ナイボ、厳しい。オッケー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 、エトリエトリエトリ、よし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 、チャンス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 、コントロール。じゃ、なんでそっち行ったパス。よし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 、やった。いいですよ、いいワンツーですね。あはきつ、もう指に力入っちゃいすぎるな。コーナーキック、どうだ。バー、ダメです、競り合いもしねえ。なんでもう引き分けていいの君たち、ラチオは。全然来ないけどこっちに。よしよし、バー走れ、バー走れ。なんだなんだなんだ、あ、繋がってんのか。いいよ、うわうわー、もう最後攻めきれませんでした。マジかよ。ブラクターズ、この時点で勝ち点1を得る結果となりました。なんかバルサクソ強えな。8位か。うん、でこれでもうみんないなくなるでしょ、ここからガツンといなくなりますよね、人が。はい、グッズ収入を受け取りました。結構結構だね。移籍期間開始です。今は今日までに契約が成立している選手は本日移籍が実行されます。移籍期間内に成立した移籍を日程を進めると実行されます。本日より契約更新期間開始です。契約更新を望む選手は更新条件の提示をしていきます。提示された条件に対して期限内に返答しなかった場合、自動で更新続きをします。はい、え、クラウチオッケー？マジ？めちゃくちゃいなくなります。バレニ、ラスキ、スタイ、ザメンホフ、ハムス、エル・ルバルキ、バウマン、イバロフ、キメレス、ホイレス、今までありがとうございました。え、これで待って、クラウチはレンタルだっけ？レンタルだよね、クラウチ。で、これクラウチはもうオッケーにしようか。オッケーでいいよね、これも。いいいいいい。全然いい。選手が契約の更新を保留した？え、これいいじゃん。ここで交渉でしょ。はい、ベゴビッチ。ねえ、だって、報告書、え、獲得できるか難しいって言われてる。いける言うとったのに。え？逆に何？ハンゲランいけんの？オロフィンジャナは？難しくなってる。ルバディオップが高そう。ヤヤトゥーレ、無理。ボラッティ、高そう。フェライニ、無理。マティッチ、無理。ラファーティ、無理。ヘッセリンク、ほぼ間違いなく獲得できる。ジギッチ、ほぼ間違いなく獲得できる。ジョレンテ、カルドーソ、無理。
難しいところ、ルカク無理、ジョナタス分からん、あー検索で、条件検索で、これで移籍リスト見たら増えてんじゃないの？増えてるよ多分。増えてないか。これで残り契約年数を1年にして、保留中の選手をやってったらいいんじゃない？フリオクルスは違う。保留中。プラスマリー。ジョナタスもそうか。ケビン・フィング、カヌ。うん、そういうことだよね。マテラッチは移籍したばっかだからな。うん、でなるべくね、でなるべくうちよりクラブランキング低そう。いいよいいよいいよ、視察リスト加える。コリン・ドイル、コリン・ドイル、あれ追加してるわ。うん、あとフォワードか。カヌ、プラスマティ、未所属は増えてない。ハンゲランがねできそうって言ってんだよ。ハンゲランちょっと交渉します。あとはボラッティあたりか。うん、ボラッティ交渉、これで進めよう。進んで、とりあえずクラウチ来るでしょ。いやクラウチマジありがとう。でレンタルからの強奪っていう作戦でいきます。クラウチに関しては、あ、いいよ、加速力75になった、エンゾンジ最高かよ。おお、バルサ戦地獄、スカウトマンが視察報告来た、クラウチ加入、記者会見ないの？記者会見が欲しいよ俺は。やったやったが欲しい。最高です、最高。でクラウチもね15番のイメージなんだよね。うん、エンゾンジが15番背負っちゃう、どうしようか。クラウチ9番とか背負ってもらう、それは。うん、でバルサにはね多分ボコされます。勝てるわけない、あホームなんだしかも。はあ、ホームか。クラウチ対メッシ、マルケス85 86 73 75 78 77 85 78 87 73、はあ、60代はいないわ、愚か。50、40代いるわけない、うちは40代いますからね。だからこれに勝ったら本当褒めたたえて、みんな全力で、そこは本当お願いします。クラウチの爆発というものをちょっと見たいよね。オルダス大先生もまああのあれですから狙ってますから、それは取られないね。クラウチ大きなチャンスものにできる、いいんじゃない、ダメなんじゃない。ちょっと待って、ボージャンからメッシに行くんですね。メッシ対清水、かわされる。あ、1億パー追いつけない。すごいですねこれ。よし、1人で何人も相手にしてますけど、ブラッカー現在クラウチ追いつかれないね。先制点取ってさ、慌てさそうさせようぜ。慌てるでしょバルサも。こいつは何者だってなるでしょ。無理そう。どうも今の感じだと。イニエスタ、は？は？ボージャンケル、アブリル・ラビーン、リズム出てる、ね、何今の誰のパス？これをきっかけにまたいいことイニエスタ作れるんじゃないでしょうかね。本物かよやってること。ディフェンスにあってペーター、ボージャンケルキックへ、メッシに終わった、終わってんな。ロタールのポジショニングが0点喜びもしねえ。メッシは清水が死んだ顔して戻っていった。見事に打ち抜きます。ロタールはさ、メッシは喜びもしてないもん、点取って。そうですね、ちょうどディフェンダーのね隙間を、何ですかこれ、入ってきましたよね。何ですこれ、うん、何をしてましたロタールは。はい、もみ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 して、なんか体もみもみして、はい、ジョグ、これです、結局これです。うちははい始まった、これです。いやこれオフサイドかなりませんね。よし、エンゾンチは、はぁ、何がファール、狙ってくるか、
来ないか。メッシが待っている。うわー、通った。さあ、バルセロナ。しかめできた。えっと。なんというパスミス。もうずっとこの展開です。多分おそらくこの試合は。何が起きてる？は？人間と人間の差じゃない。これは。人間と人間ではない気がする、この差は。オフサイドじゃん。なあ、まずくない？ここで笛です。これはちょっとね、話題にもならん。なんで？オージャンケルキック。だよね。右サイド出ましたね。ピケがそんなに上がってきたんだから。よし。ベンチで誰か安保を始めている。全部がギリギリに見えるね、うち。シュートで終わりたかったですね、今のはね。ナイスパルミエル。は？ちょ、それ絶対追いつけなくなるから。よっしゃよっしゃ。預けてしまう。地獄、地獄。縦に出したつもりが地獄。ロタールは一歩でも動いたのかだけちょっと見せてください。ロタールは、何をされていったとかというと、はい、そしてあ、ちょっと待って、宇宙人がいる。ペナルティーエリア内に侵入する。 OK、 ナイス。ここはチャンスよ、チャンスよ、チャンスよ、チャンスよ。ディフェンスラインの守備の裏をうまくついていく。なんでそうなんの。取りますね。パス。来た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 。でけえなパス、チキショー。伝説のフォワード3枚替え。ナイス跳ね返し。相手に行く。うちは惜しいシーンがあったでしょうか。あ、おー、ファンニステロイ、ボージャン・クルキッチとかってファンニステロイ。今メッシ、イブラノビッチ、ファンニステロイというスリートップです。相手は行かれてます。は？ OK。 どうしますかね。いいよ、バーだよ。ここいいですね、サイド攻撃。地獄。後半も37分を回ったところ。前を向く。いいよ、サイド攻撃。いいですね、いい展開ですよ。いいよ。いやー、跳ね返されます。ナイス清水。少しあのアバウトな形でボール入れてきましたね。ダミア頑張れ。ここ時間がどんどんなくなっていく。どうする。いやありがとうございました。今までお世話になりました。そしてここで最後の笛。はい、ファンにしてロイ。ブラクターズ無理だ、これはもう天国と地獄の差。いい勉強になったと思う。無理だ。9位。これはきつい、これはきつい状況です。エンゾンジはいい、最高よ。クラウチ下がってんのか。ホームでの敗北にファンはがっかりしています。無理じゃん、だって。で、交渉期間です。非常に重要な交渉期間です。他チームからのオファーが来ました。条件はまとまっていますので返答してください。え、マエンパー OK？ やった。これ風景はさ、うちにがめてらんないの。うちにがめておきたいんだけど、風景は。え、マエンパーはこれ OK していいよね、もう。65だし。25歳。ロタール地獄脱出。え、マエンパーってこれさ、ダメだったよね、多分。獲得は無理でしょうって言ってるよ。え？これ完全遺跡だよね。これレンタルじゃなくて。マジで。本日はですね、まあ負けましたけど、ごったごたにされましたけど、クラウチさんレンタルですけど、非常にいいですよね。2メートル1センチ。ちょっと希望の光が見えてきた、シーズン後半戦に向けて。皆さん、諦めなければ光はそこにあります。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。